ども、今シーズンもこの後また楽しみですね。はい、そうですね。続いては開催国フランス、ロマン・ポンサールです。曲はオール・ザ・プリティ・ガールズ。昨日の段階ではこのエキシビションの曲を決めていないと話していたんですが、どんな内容を見せてくれるでしょうか。トリプルアクセル、ダイナミックですね。今回のこの振り付けなんですけれども、普段練習仲間のネイサン・チェンと一緒に考えたそうです。26歳ロマン・ポンサール、ダイナミックにしなやかに滑り切ってくれましたね。今大会は6位、そのグランプリシリーズの自己最高成績を更新して、また今年は初めて世界選手権にも出場しました。充実の今シーズンを送っているロマン・ポンサールです。今シーズン初めて2000グランプリシリーズ出たんですね。はい、そうですね。アメリカ大会が終わってからショートフリーともに曲を変更したということなんですけれども、2つ変更するってなかなか選手としてもちょっと怖くてできないと思うんですけれどもね。でもやっぱりこう納得